妙な距離感。あの黄色いコーンまで来れます。さあぐっとぐっと前に来ちゃってください。さあどんどん人増えてきますのでね、最初の皆さんはぐっと前に来てください。何でもありません、ごめんなさい、はい、すいません失礼いたしました。じゃあ気を取り直してお願いします。どうぞ行ってみよう。はっだって元気ないんだもん。何だこの適当な感じ。木刀叩いてるわけじゃないんだよこれ。本当にもうちゃんと言ってよ。気合入ってんの？入ってる？全然やる気伝わんないな本当に。さあじゃあ行きましょうか。それでは張り切っていきましょう。ピシッとして、お客さん来てんだからピシッとしなさい。そう気づいていただきました？この細かいところね。えいやいや、これ偶然じゃないんで、ちょっともう一回見てくださいよ。はい、座った時の足にご注目。ほら細かいとこちゃんとやるんです。しっかり見てください。さあじゃあ行きましょう。まずはせっかくなんで顔見せのご挨拶回り。あ、ちなみにお猿さんのショー見たことあるって方どれぐらいいますか？そう、少ないんですよね。というかここゼロか。じゃあちょっと方面君にかかってるよ。気合入った？頑張った？ちょっと待ってくださいね。その顔やめなさいって言ってるでしょさっきから。ちょっとすみません、怒るときはちょっと怒らせてくださいね。この顔わかった？ちゃんとしないよ。お客さんの前で怒られて恥ずかしい。お客さんはね、サルミに来たわけじゃないんだよ。そこら辺の猿だったらここら辺にいるらしいじゃないか。分かった？ちゃんとやんなさいよ。ゲイしてくださいよ。すいません、野猿を連れてきた記憶ありません？母ちゃん分かったね。はい、頑張ってください。じゃあ行きましょう。まずはせっかくなんで顔見せのご挨拶。行ってらっしゃい。どうぞ。はい、さあ手を出さないようにね、お願いしますね。すみません皆さん、もうちょっとリアクションかなんかいただいてもよろしいですか？あの一部の皆さん良かったんですけど、ちょっと忘れがちなんですけど、普段こんな風に歩いてませんね。ちょっと教えてあげて、コウメちゃん。お猿さんというのはね、こうやって普段はこうやって4つの足で歩く動物なんですね。いや歩くけどおかしいだろ。ちょっと まあ冗談なんですけど、普段はですね、こうやって4つの足で歩く動物がなんとビシッと立ってはっ、そして歩いちゃう。ほらどうですか、もう見てください、このいっぱいいっぱいな感じ。ありがとうございます。じゃあ今日はさらにすごいのいきましょう。拍手いただいたら頑張ります。手で歩く逆立ち、ほっ、おいしいね。ありがとうございます。さあ頑張って頑張って。さらに真ん中へ来たらこのままよいしょ。さあということで本番は立つのも芸というのを忘れないようにお願いいたします。それではご挨拶気をつけ。今日頑張りますのは私たち半生でおなじみ太郎次郎一門、小梅と正井です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちゃんとそう、さあ頑張っていきましょう。すみません、人数の割に拍手ちっちゃいと頭上がりません。張り切ってお願いいたします。大丈夫ですか？大丈夫？乗ってきた。よし。さあ、じゃあ行こうか。じゃあまずはこんな芸、道具を使います。竹馬芸。せーの、はい、どうぞ。よいしょ。ありがとうございます。拍手いただきました。いやー、この芸何がすごいかと言いますと、普通のお猿さんは1週間から2週間かけて覚えるんですが、小梅ちゃんはなんと3ヶ月頑張りました。いやー頑張ったんです。もうその回やりまして、今となったらどんな場所行こうが、どこでやろうが、もう絶対に転ばないんです。
いや、わざとらしいだろ。なんでそのベタな感じ。ちょっと、何やってんの小梅、今日は様子がおかしい。さっきから猿みたいな顔して。言いたいことあんなら言ってよ、聞いてあげるから。何何。いや、一緒に聞いてるよ。聞くなってば。熱でもあんの。いや、誰の心配してんの。はぁ、もうほんと最近ね、こいつ可愛くないんですよ。可愛い。ちょっとちょっと、もう一回でもかちゃんとやってちゃんと。でもね、ほんとかわいい。もうごめんね、泣かないな、握手。いや、払うな。一気にテンション下がった、私は。感じ悪いな、お前。イエーイじゃないよ。そこまで受けてないだろ。ちゃんと見ろよ。ほんとね、すいません。真面目に行きましょうね。さあ、真面目に行きましょう。ここからが本番です。なんと人間ではできません。竹馬に乗って、ハードルジャンプ。いきます。ちょっと危ない。それでは行きましょう。まずは1個。行ってみよう。はっ。よし、いいね。さあ、驚くにはまだ早い。次は2つ。それでは行きましょう。よし、いいね。さあ、いよいよ3つ。それでは行きますよ。ここです。しっかり見てください。3つ。はい。いや、飛び方違うだろ、今ちょっと。さっきのどこ行ったんだ、さっきの。さあ、すいません、もう一回行きますよ。張り切ってみましょう。ジャンプ。何やってんの。おかしいかも。さあ、じゃあ行きましょう。3つ。行ってみよう、頑張って。はい、やばー。さあ、それでは盛り上がっていきましょう。もう一個とっておきにいきましょう。3秒前、3、2、1、はい、バーテー。ありがとうございます。あげーまげーでした。いやー、頑張った時はちょっと休憩もらっていいですか。お沢さんも疲れちゃうんでね、もうほんのちょっとで結構です。少しだけ休憩ください。はい、ありがとうございました。早いですね。早いよ。お前も突っ込めよ。なんだよ、ゆうちゃん。お前ね、おかしいだろ、やることが。気をつけ。そんなさんみたいな顔しないで。んね、突っ込めよって言ったら、そうなんでやねんってするんだよ。もう一回いきますよ。はい、な、違う、ダメ。さんみたいな顔しない、ちゃんとやんなさい。はい、なんでやねん。そうそう、はい、なんでやねん。そうそう、はい、なんでやねん。そうそう、はい、なんでやねん。なんでだよ。おかしいだろ、お前。ジャンネルよ、ほんと。真面目や、真面目に。さあ、じゃあもうちょっと最後ぐらいは私たちも真剣にやります。ちょっと本気でいきましょう。走り高跳びぐらいにいただきましょう。もう最後ぐらいは本当に真剣にいきましょう。お願いします。さあ、それではいきましょう。準備はいいですか。どうしました。何。ああ、すいません、邪魔ですね。すいません、すいません、ありがとうございます。さあ、じゃあいきましょう。1段目、着地にご注目。いってみよう。はい、前転。どうですか。ありがとうございます。どうです、このドヤ顔。さあ、どんどんいきましょう。2段目、胸の高さ。いってみよう。どうぞ。はい、よし、いいね。この軽やかな感じどうですか。いや、アピールするんじゃないよ。もう調子がいいんでいきましょう。3段飛ばしてここまで。いや、どれだけすごいか。飛ぶのは彼女です。もう身長と比べてください。彼女の身長の2倍になってるのが分かると思います。パーッと見たら分かんないんですけど、よーく見るから2倍になるんですね。さあ、頑張っていきましょう。それでは助走取った、張り切っていってみよう。はっ、よし、いいね。ありがとうございます。みんなじゃーん、イエーイ。やったね、イエーイ。違う違う違う、やったね、イエーイ。ここ感動シーン、感動シーン。2人で盛り上がるとこだろ、普通は。は、なんで1人で舞い上がってんだよ、お前。こういう時コンビでイエーイ、ハイタッチ、イエーイ、イエーイ。なんでだよ。ちゃんとやろうよ。ここは結構コンビの絆って重要よ、コメちゃん。はい、やったね、イエーイ。足じゃない、足じゃないよ。はい、やったね、イエーイ。なんでだよ。お前手出して足出すか。出さないわ。手出してくれよ。だから払うなってば。真面目やろ、真面目に。さあ、じゃあ行きましょうね。本日メインのゲームはこちら。ちょっともう本気でいきましょう。ここから私たちも真剣です。ノーなんて言うとこっちもやる気出ます。じゃあ行きましょう。やっぱさ、 A とか O とかテンション変わるんです。行きましょう。なんとこの間の倍の高さになるんです。こちらです。気をつけ。
いやちょっと待ってください、あの一人ぐらいかわいそうとか言っていただけませんか。みんなしてできるんだみたいなこのプレッシャーあのですね、これ思ってるより大変なんです。さっきは冗談でね、身長の2倍とか言ってましたけど、これ冗談抜きで見てください、なんと身長の10倍になるんです。ほんと難しいさあ、続いて大ジャンプ、はい、それではですね、最後の大ジャンプご覧いただく前に、今日はここで一つお願いがございます。もうご存知の通り、伝統芸能猿回し、こうやって一生懸命頑張れますのは、こういった皆様の温かい5000円とご理解あるご祝儀のおかげでございます。ありがとうございます、温かい拍手。もう今日は非常に言いにくいんですけど、ナタ寺に来る温かいお客様ということで、いつもより大きめなザル用意してきました。最後こちらにありますザルを持って皆様の前を歩かせていただきます。コウメちゃん頑張った分、笑った分、たくさんの評価どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、言ったからにはコウメちゃん頑張ってよ、もっと気合入れて、そう、さあ行きましょう。よっしゃ、あっちから行きますか。さあ、それで行きましょう。あ、やっぱあっちがいいですか。いや、助走の位置結構重要ですからね。あ、ごめん、引っかかってた、ごめん。無理って何よ。お、なんで急に足が痛いんだ、前は。ちょっと何やってんだ、ちゃんと帰ってしっかり立ってごらん、本当にもう。いや、無理じゃないから。いや、だから足。おい、なんでそのわざとらしい感じは。ちゃんと歩けるだろ、ビシッと歩きなさいって書いてある。俺、両足入れたー。はーい。失礼いたしました。もうほんとすみません。さあ、真面目にいきましょう、ラストぐらい。それでは行ってみよう。やったー、達成したぞ、達成したぞ。1、2、3、なんでだよ。どうもありがとうございました。お楽しみいただけたでしょうか。ぜひとも今の感動を形に変えて、評価の方どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでぐるっと回しましょう。まあでもいきなりね、ご祝儀なんて言われて出し方困っちゃうと思うんで、もうご参考までに、100円玉1枚では美味しいもんが買えません。まあこちらご参考いただければ分かりやすい。それではぐるっと回しましょう。見た分、あと分、途中の方です。さあ、ただ本日はですね、500円1000円いただきましたね、お気持ちでさくらちゃんと言いまして、天才志村動物園で大悟さん、旅をしたお父さん、ポストカードを渡します。よかったらお持ち帰りください。それではよかったらぐるっと回しましょう。途中の方、途中の方、よろしくお願いします。準備できたら、その子から背中回していきましょう。さあ、よろしいでしょうか。じゃあ、こちらからぐるっと回っていただこう。あ、来ました、早速1000円、ありがとうございます。こちらも500円いただきました。これ皆さん、よかったら持って帰ってください。ありがとうございます。ぜひ持ってください。ありがとうございます。よかったら持って帰って、1枚ずつ持って帰って。